吉谷です。今日はですね、たった3秒で、ダンスが激変する、圧倒的に上手くなるんではないかという、方法をですね、伝えできればと思います。で、そうですね、最近は、僕は霜焼けで悩んでおります。はい、皆さんも寒い時期なんで、ぜひ気をつけてください。まあ、ということで、やっていきたいと思います。で、まずですね、その自分がね、ダンス一生懸命練習してるんだけど、なんかうまくいかないんだよなとか、ここをこうやってやりたいんだけど、なんか決まんないんだよな、ちょっとなんかバランス崩れるんだよな、みたいな、そういう方が、いらっしゃると思うんで、あ、すみません、これカンペですね。まあ、それは置いといて、そういう方がいらっしゃると思うんですけど、そういう方に向けてですね、今日は、3秒で、ちょっと思い出すだけで、ダンスが劇的に変わるんじゃないかという方法をお伝えしたいと思います。で、まずはですね、結論から言うとですね、肩がありますね。肩と腰を、中心に集める、ということになります。で、それは何でかというとですね、まず人間ってのは、主にですね、安定したものをやっぱ見たくなりますよね。みかんがですね、こう、1、2、3つ並んでるとして、で、1、2、3という置いてあるのと、1、2、3、逆三角形。逆三角形で置いてあるパターンと、普通に三角形で置いてあるパターン。頂点が上にある。そのパターンの2つの時に、どういうふうに違いが出るのかという実験で、この3つ、山になった、山の頂点が上の、三角形になったみかんの方が、やっぱり買いたくなるというか、買う数が実際に多かった。そして、逆三角形に置かれてちょっと不安定な形、になってたものは、人々は避ける傾向があった、という、まあ、実験を皆さん耳にしたことがねあると思うんですが、それと同じほとんど原理ですね。人間っていうのはやっぱり安定したものを見て、見たりとか、触れたりとか、まあ、その安定したものと関わりたいっていう、やっぱいう本能がありましたね。まあ、不安定なものだと、まあ、その長くは続かないわけですから、あまり生存にとっては、まあ、有利ではないわけです。なので、安定したものっていうのが非常に大事になりますね。で、その上で、やっぱりダンスでも、安定さというものが、すごく、重要になります。なので、肩とこの腰を、中心に集めるといったのは、ちょっと立ちますと、この肩とこの腰がありますね。で、中心に集めるときに、こうですね。例えばポーズを決めたいときに、まあ、マイケルでこういうのもありますけど、こう集まってますね。中心にこう集まってると。で、そうすることで、安定した軸が、ぶれないでできますね。なので、右は、今僕の右が、こうなってますが、左でも同じです。左も、肩とこの腰をこう集めることで、こう安定した状態がずっと続く。まあ、エルビス・プレスリーで、まあ、こういうのがありますよね。はい。で、こういうのを、皆さん意識すると、だいぶ軸がね、安定して見た目全然変わります。なので、やってみてください。で、逆にその中心に集めないで、例えば腰がこう右が上がった時に、肩も右に開いたらどうなるかというと、皆さん、想像してみてください。こうなりますよね。ずっとこうなっちゃう。つまり倒れてしまうわけですね。で、まあ、そこまで極端な、まあ、極端にまでその時間をかけてやるっていう人は多分いなくても、本能的に多分こうすると思うんですが、それをやっぱそういう倒れている状態を、こう倒れそうな状態でもね、そういうのを見ると、人間っていうのは、やっぱこれからこの長期的に見ると、この人は不安定になるっていうね、まあ、そういう一瞬そう察知するわけですね。なので、安心してもやっぱ見れないわけですね。なので、この肩と、この腰っていうのを集める、もしくは同時に引き離す。引き離して、こう集めてる状態から同時に引き離して、逆に左と肩と腰がね、こう中心に集まる、というような形にすることで、その軸が安定したぶれない、ダンスっていうのができるようになると思います。ダンスにおいては常にこの肩と腰の、このまあ連携、相関関係ありますからね。で、その連携を、まあ、常に、ちょっと思い出して、意識すると、だいぶ一つ一つのポージングが全然安定度が変わると思うので、ちょっとの、工夫ですね。もうちょっと肩がこう、なんか例えば腰が上がってても、肩がそのまんまだとやっぱまだ安定しないんです。腰が上がってるの。なので、腰が上がったら必ず相対的に腰を下げてください。で、集める。中心に集める。で、それで、安定ができるわけですね。はい。ということを、意識して、やってみてください。ということで、もしそうですね、これをやると本当にバランスよくできるようになるし、なりますし、
自分でもね安心してそのダンスが楽しめるようになると思います。なので、ぜひ試してみてください。ということで今日はありがとうございました。ではまたお会いいたしましょう。バイバイ。